それじゃあ今日の授業はここまで。課題プリントを回収するよ。一条、すまんが手伝ってくれ。へい。じゃあみんな、俺のところにプリント持ってきてくれ。はい、ダーリン。さっさと受け取れ。一条くん、よろしくね。はい。どうも。はい、どうぞ。なんだ、橘、この紙束は。私からラク様へのラブレターですわ。ラブレター？直接アプローチしてもなかなか振り向いていただけないので、今日は変化球で攻めてみました。いや、これもストレート球だろう。私からラク様への思いがたっぷり詰まった便箋1500枚分です。愛が重い。ちょっとマリカ、あんた私の前で何やってんのよ。あら、あなたはどちら様でしたっけ。こいつの彼女よ。分かってんでしょうが。ああ、そうでしたわね。一応今はとりあえずラク様の彼女でしたわね。相変わらず未来の主人がお世話になっております。喧嘩よね。これって私に喧嘩売ってるのよね。まあ。えい、見ていられん。しっかりしろ一条楽。お嬢の恋人ならここはビシッとお嬢の味方をするべきだろう。え、俺が悪いのか。みんな喧嘩はダメだよ。ほら、一条くんも困ってるし。何弱気になってるのよ小崎。ここはあなたも前へ出るところでしょ。ルリちゃんは黙ってて。いい、小野寺だけは俺の味方をしてくれんだな。さすが小野寺、優しいぜ。おい親友、楽しい会話の最中に悪いんだけどさ、もっと周囲にも目を向けてみたらどうだね。あ、ねえねえ、またチトゲッチとマリカッチが喧嘩してるわよ。修羅場よ修羅場。私の見立てではやっぱり彼女である桐崎さんが有利だけど、まだわからないわよね。くそ、なんで楽ばっかり。一条のくせに。な、面白いことになってるだろう。笑い事じゃねえよ。みんなの好奇と怒りの視線が体に突き刺さるぜ。とにかくそのラブレターは没収。昔のことは知らないけど、今の楽はその私の恋人なんだから、いい加減諦めなさいよね。はあ、困りましたわね。皆さんの前でこれを出すのは少々気が引けましたが、仕方ありません。ここは私とラク様の固い愛の証をお見せするほかありませんわね。愛の証？ラク、あんた一体何したの？いや、俺にもそんな心当たりなんて。さあ、これが目に入らぬかですわ。これは。もしかして。婚姻届。その通りですわ。子供の頃、ラク様に書かせ、二人で書いた愛の結晶です。あんた今書かせたって言おうとしたわよね。さあ、何のことでしょう。どういうことだ、一条楽。どういうことも何も、10年前の話だろ。立花には悪いけど全然覚えてねえよ。どうせ無理やり書かせたんでしょ。そんなの無効よ。
お前までそんなリアルに怒んなって。幼稚園時代の話だろ。ちょっとぐらい多めに見ても。あんたは黙ってなさい。はい。ふん、桐崎さんのような野蛮な方に私と楽様の愛の結晶を奪われるわけにはいきませんわ。いいから、その紙切れをお嬢に渡せ。おいおい、つぐみまで。そんな騒ぐなよ。うるさい。邪魔するならば容赦はしないぞ。いい。楽様、ここはひとまず逃げましょう。え、俺も。待て、一条楽。逃がさないわよ、ダーリー。で、なんで標的を俺になってんの。急ぎましょう、さあさあ。な、おい、引っ張るな。逃げるくらいならおとなしくその紙を渡しちまえば。って、うわあ。こら、待ちなさーい。逃すか。小崎、しっかりしなさい。固まってる場合じゃないわよ。いや、青春だね。青春もいいけど、いつになったらプリントは戻ってくるんだ。とりあえず逃げ切ったみたいだな。あいつらもまさかこんなところに隠れてるとは思わねえだろうし。うん、ナクサマったら意外と大胆ですわね。バカ、大きな声を出すんじゃねえ。こんなところに私を押し込むなんて、男らしくて素敵ですわ。うっ、くっつくな、ツロ。そう言われましても、こんなに狭い場所ですから、これ以上は離れられませんわ。後ろスカスカじゃねえか。ダメですわよ、楽様。あまり大きな声を出すと、あの方たちに気づかれてしまいますわ。お前がそれ言っちゃうの。それに、楽様はこうされるのはお嫌いですか。いや、嫌いっていうか、こんなところちとげたちに見られたら今度こそ殺されるかなって。愛に障害はつきもの。楽様となら私はどんな遠くへだって逃げる覚悟がありますわよ。いっそあの方たちのいない世界で二人っきりの生活というのもいいですわよね。変なこと言いながら抱きついてくるなって。私にとってはこれでもまだ物足りないくらい。少しの間だけでもこうしていてはダメですか。くそ、近くで見るとやっぱ可愛いし、こんなに密着されるとどうしてもドキドキしちまうぜ。ラク様、キュッ。こら、やめろ。ラク様も男の子ですわね。顔が真っ赤ですわよ。からかうなよ。お前に抱きつかれたら誰だって。誰だって何ですか。意外と意地悪だな。ラク様にはこれくらい強引でないと振り向いてもらえませんから。それとも私にこんな風にされるのは本当に心底迷惑だとおっしゃるのですか。それは私だってラク様の正直な気持ちを聞けずにいつも不安でドキドキしてるんですよ。ラク様は私のことがお嫌いなんですか。あ、そんな風に聞かれたらちゃんと答えないといけない気がするな。なんとか立花が傷つかねえように慎重に答えよう。教えてください、ラク様は私のことをどう思っているのですか。
ラク様にそう言っていただけるのはとても嬉しいですわ。美人が嫌いな殿方はいませんわよね。ですからラク様、今すぐ結婚しましょう。さあラク様、ここに新しく作った婚姻届がございます。早速役所に提出しに参りましょう。ゆうべ密かに書いておきましたの。さあラク様。それは、もう法律の壁とあっては仕方ありません。結婚はラク様ができる年になるまで待ちますわ。でもその代わり、それまでの間もっともっと私のことを見ていてください。そして私のことをさらにうーんと好きになってくださいませ。さっきから大声出して随分と楽しそうね、ダーリン。いや、これはそのなんていうか、あんなに熱い抱擁は初めてでしたわ。何言ってんのお前。こんなエロもやしが。待て、拳を握るな。早く歯を食いしばりなさいよ。待てって言ってんだろうが。滅殺。いやあ、このバカ、あんたなんかもう知らないわ。大丈夫ですか？大丈夫に見えるか。早くあんな野蛮な方とは別れて私と結婚すればこんな目にも合わないと思うのですけど。そいつは無理な相談だ。今の彼女は血とけだからな。俺の都合で別れたりなんかできねえよ。そうですか。でもそうですわね。そう言ってこそ私の大好きなラク様ですわ。悪いな立花。この程度のことで謝らないでください。今はあの方が恋人だとしても未来はまだまだ分かりませんわ。ですからこれからも私のことをちゃんと見ていてくださいね。きっとラク様が好きになってしまうような素敵な女の子になってみせますから。ポジティブだなお前。10年間ラク様のことを思い続けてきたんですから、これくらいは当然ですわ。待っててくださいねラク様。あの手この手を使ってきっとラク様を振り向かせてみせますから。おう。さてと、では次はどんな方法でラク様に迫りましょうか。コスプレ？それとも夜にこっそりお部屋へ？ラク様はどっちがいいですか？そういうのは本人に相談しないでくれるか？あら、残念ですわ。ったく、かなわねえな、ほんと。へのーのー、ラクよ。なんだ、俺はもう寝るぞ。お主の布団に入っていいか？はい？なんだよ突然。で、おい入ってくるな。おー、ぬくといのこの布団は。おやすみなのぞ。ちょ、もう寝てんの？やれやれ、しょうがねえな。
と5分。坊ちゃん、いつまで寝てるんですか。遅刻しますぜ。もう8時回ってますぜ。なに。さあさあ急いで支度してください。お、悪いな龍。